はい、今日は愛知県やっていきます。愛知は全くわからないので、もう本当にパズルですね。行ったところっていうのは蒲郡とか安城とかそのくらいしかないので、まあ名古屋ももちろん行ったことはあるんですけど、本当そのぐらいですね。まああと東名を通ってるんで、そのなんていうんですか、通ったしぐらいしか知らないんですよね。なのでもう何分かかるかが全然見えてこなくて静岡にね隣接するところぐらいは知ってるかなって思いつつ、出てこないな、全然出てこない。常滑があって、刈谷もなんかこっちだったっけな。あとはなんだ、豊川市ってこの辺か。あとなんだっけな、あ、そう、田原もねちょっと仕事で行ったことがあって、あと岡崎もまあ通ってるから、で安城があって、あと豊橋か、豊橋ももちろん知ってるな。そのぐらいは、あと蒲郡があって、あれ蒲郡の上もあるんだ。その辺は全然知らないですね。豊根村、甲南って下じゃない、ああ違う、あ、清洲市、これ歴史をね知ってれば入れられるのかなと思ったんですけど、あれ清洲ってどこだ、清洲城って、あ、こっちか、ああ全然分かんなかった。あとは長くて、これも歴史だな、歴史で知ってるぐらいで、名前を、場所が上じゃないかなっていうのは思ってはいるんですけど、全然はめられないな。あ、あったあったあった、小牧も、じゃあその辺だな、小牧長久手があるはずだから、そうそうそう、その小牧かわからないけど、あとは半田市って通ってないか、わかんない。本当にこれ入れられるかな、うわー、なんか特徴つかまないとこれ入れられないな。春日井市ってこれだけ大きいのにどこか、ああこの辺ね、全然わからない。あとどこだろう、どういう形かっていうのはな、宮町町があって、愛西市、なんか聞いたことあるようなないような感じですね。高田町があって、東栄町があって、あ、新城ね、これは知ってる。犬山、山ってのも響き的には知ってそうなところなんですけどね、全然ピンとこないな。それでも設楽町があって北名古屋市ってことは名古屋の北ですね。あとどこだろう、あとなんだろうな、この半田市ってなんかすごい気になるんだよ、なんか知ってるような知らないような、どっちなんだっていうね。あと長島、いや違うな、弥富市か。あとはあとなんだろうな、今形をね見てはいるんですけど全然ピンとこなくて、だろうな、愛妻し、あ、形がね、
独特だから。あ、南知多町、はいはいはい。瀬戸市、なんかこれもな、はいはいはい、いますね。犬山市、あれさっき犬山入れなかったっけ。これそうすると上だよね。そう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 、そのぐらいは、そのぐらいはっていうか、うん、あとは稲沢市、細かいな、こうなると難しいよね。浜市、大府市、ダメだな、全然わからない。大府市、わからない、全然はめらんないんだけど。飛島村、村、江南市、あとはあとね、そこ入れて、ここか、対馬市、むず、全く行ったこともないとこだと全然入れられないな。三好市、あとなんだろう、あとなんだろうっていうか、全部ハマるはずなんだよな。大府市、東海市、海ってつくぐらいだからって思ってちゃダメなのか。ああ、いいんだいいんだ。不走町、なんか不走町っていうのもな、知らないな。岩倉市、蟹江町、尾張旭路、これ絶対上だよ、上。あそこね、入ってきた。で、大口、豊山町、おわ、ちっちゃ。特徴が、東浦町。ここまで来ればね、入れられるかな。日進市。あれ？こっちか。知多市を入れて、知立市、近いんじゃない？名前的に。いや、近くない？こっちか。豊明市、はいはいはい。高浜市、はいはいはい。阿久比町、ほい。で、大原町、はい。東郷町、イエス、コンプリート。